ほい、それじゃあ戻ってみましょう。金太郎の村ですね。で、海沿いに行くと天の仙人がいるという情報もありましたが、とりあえず無視で、無視じゃないけど、いや、いろいろな人物がいたじゃん。まず今回、まあ前回の浦島の村で村田がいたと。村田が教えてくれたのが、氷室の削り火で寝太郎を起こしたと。で、何なんだ氷室の削り火というのは、っていうことだったんですよね。なんだと。まず、氷室。で、氷室の巾着みたいな話もありましたよね。で、あと、まあ、それはまあ、さておきと。で、あと、北の方に行くと、北の半島みたいな話もありましたよね。そこがちょっといまいちまだよくわかってないと。あとは、このフィールドの、この、こっから右端、右の端っこですよね。そこがまだわからない。行ってないから。天狗とかが出てきたところですね。まあ、寝太郎の村の下半分。でも多分、寝太郎の村のあの橋があった、じゃない?あの橋の向こう側に行かないと、ストーリーは進まないと思うんですよね。なので、このフィールド、今歩いてるフィールドは全部行っても大丈夫だと。まあ、レベルが足りるかどうかは知らないけれども、ひとまず行っても、まあ行けても大丈夫、行ってしまえっていうところはあるよね。そうすると、スズメのお宿の3が出てくるんじゃないかとちょっと思ってまして、うん。で、今回、今、金太郎の村に戻って、質屋に朱雀の剣売るんですけれども、その売った値段ですよね。本当にこれ売れるのかと。これ偽物じゃねえかって言われたらどうしようとかちょっと思ってるんですけど、これが、あそこが本当に激安店で、半額っすよね、多分、朱雀の剣。半額で、あ、こっちか。買ったやつを、ここで売ると、ここで。あー、500。あれ?朱雀500なんだ。あれ?待って。あれ?半額でしか売れないの。ちょっとおかしくない?あれ?そういうことなんか。ちょっと待って。え、嘘?あれ?半額でしたっけ?朱雀100、1000。あれ?値段って。ちょっと待って、如月の銅500。あれ?これ7割ぐらいで買ってくれんじゃないの?これ。あれ?勘違い?いや、ちょっと待って。今、如月の銅500でしたよね。これを、如月の銅。お、ほら!あれ?え、でもやっぱりじゃあ、買ったやつは、ダメってことなのかな?ちょっともう、キサギの銅って売ってたっけ?あそこ。ちょ、忘れちゃったな。いや、忘れたな。どうすっかな。それか、もう、スズメのお宿2で、つづら明けやっていくか、どっちかですよね。100両もそこそこ簡単に貯まるようになってきたので、今いくら?これ400で売れたでしょ ?250。羽衣もなかなか、スズメのお宿行ったり来たりするか、とりあえずじゃあ。ちょ、もったいないかよくわかんないけれども。それで行ってみます?1万両?2つ2万両?いや、無理だな。2万両は無理だ、さすがに。
400で、これで8個買うと。8個買って、桃の実が3つ出ないと、割に合わないと。最低でもね。そういうことっすよね。桃の実が3つですよね。出ると思うんすけどね。きびだんごを4つぐらい出た時あったじゃないですか。あれが出れば、まあ。で、運よくお食事券がポッと1個出てくれれば結構な稼ぎですよね。で、しかもこことスズメのお宿2の行き来はそんなに危険じゃなかったはず。びっくりした。ちょっとエゾ狼に見えんだよ、お前は。ちょっとエゾっぽい。エゾさが入ってんだよ。強いっていうか硬いんですよね、やっぱり。すげえカチカチなんすよ。いや、これはもう2発入ってっから。さすがに与えてくださいよ。よし。で、牛100もらえるしね。おー、日本は大丈夫。エゾじゃなければ大丈夫。エゾまで行ってなければ大丈夫。怖いわ、マジで。いや、狼は強いね、やっぱり。うん。あの、冬。まあ、狐もそうですけど、冬のあの、寒いところで、ね、頑張ってるっていうのはよくわかりますよね。6のダメージ、多分、ダメージ、もう受けても10。ああ、強えわ。普通に強えわ。強えっていうか、硬い。みんな硬い。いや、硬いんだよ、みんな。ちょっと、これはまずいな。金丹の回復が間に合わなくなってきてるね。間に合わなくなってきてるっすね、これ。おいー !14。20なんだよな、回復な。おしと。で、行きと帰りの宿屋が必要か、これ。なあ、行きと帰りの宿でいくら？あそこ50両でしたっけ？ 50 両と、これ100両か？ 80 か。だから800両だから880両ね。880両必要だと。宿屋代も、あ、880じゃないか。だから900両超えか。必要だと。だから4つか。結局4つ桃の実出ないとダメですよと。そういうことですね。5!5! おっしゃ、やった。あ、希望の都の料亭で好きなものがタダで召し上がれますよ。希望の都を。でも1個使ったらなくなんだろ。まあいいや。売るか。うぃーと。ゴー。あー、桃の実出ねえなー。桃の実。いやー、ちょっとなかなかだな、これ。なかなかっすねー、これ。おう、桃の実。最後1個かな。おっしゃ。いやー、ちょっとあの感覚が蘇ってまいりましたよ、これ。あの感覚ですよ、皆さん。結構お食事券入ってるっすねー、みたいな。いや、結構出るのよ、そうそう。結構出るのよね、これがっていう。いいね。でき、お食事券どんぐらい？1700秒で売れたらそこそこだよね。
よしよしよし、こいつも100持ってるし、あ、これはいい、いい稼ぎになりますね、これは。あ、ここにもうジャッキさん出てくるんですね。あ、そう。いや、まあ大丈夫ですけどね、と。20与えて、あとは攻撃でいいのかな。いや、やばい。いや、攻撃が、あれか、3000両の剣すら買ってないからか、多分。そういうことですね、多分ね。あ、これ、キス、あ、まだか、全然、あ、やっぱ遠いな、結構。結構遠いわ、スズメのお宿と、金太郎村ね。意外に距離あるわ、これ。え、ちょ、危な、お前そんなことしてくる。あ、そう、稲妻使うんですか、鬼ひょうたんさん。これ油断ならないね。いや、本当に油断ならねえわ。で、ここで宿が50両、100だから930両か使うの。まあ、ちょっともったいないけどね、MP。また MP って言っちゃってるけど。来れるかどうか微妙なんだよね、44。今半分使ってたから、うまくいけば半分で帰れる。止まらなくても大丈夫。だから、往復50両なんだけれども。どうなんだろう。終了。マジか、クソ騙されたわこれ。ざけんなマジで。お食事クーポン券じゃねえかこれ、ただの。そういうことになってますか。つらいわ。こういうことをやるやつがいるから、汚職事件とか、そういうのがあるんですよと。そういうことですかね。なるほどね。よくできてますな。よくできてるわ。で、あとは今回最初に分かったのは、あれか、物によって売れる値段が違う可能性ありですよね。だからちょっともう一回浦島の村行って即、すぐ切り替えます。あんまり値段覚えてないけど、とにかく、スザクの剣はダメだと。もう、プラマイゼロ。だから、一個一個ちょっと買ってって、今のお金だったら、買えるから、大体。それで、高く売れるのがあったら、それで行ったらいいかなみたいな。これもダメなのかな、もしかして。自分の羽で、これ映るっすね。100両ベースなんですよね。まあさっき一回ちょっと出てきたけど、天狗倒し、カラス天狗でしたっけ。いやー、やられましたよ。スズメのお宿に騙されましたわ。だからもうできないってことですよね、多分。次の3、スズメのお宿3があっても多分またランクが1個下下が、まあ1個上がって、今度きびだんごがなくなって桃の実が外れになるつづらがある状態だと思うんですよ。で、2番目に汚職事件で、3番目がなんだ、今回なんか玉がなんかあって、あれが一番3番目かで、4番目にまた新しいのが来るっていうことだと思うんですよね。いや、超騙されたわー。
騙してない、騙してはないけどね。騙してはない。かーって感じっすよね。10ゴールと10両って見た瞬間を終わったって。もう1個目。もうだったらもう2つ当たんなくてよかったよねっていう。アスカの、ダム付き、うん、アスカの剣、200ね。ダム付きが50。正直さ、でも鉄鋼、すごいな、これな。多分これ100だよね、もともと。鉢金も100だよね、確か。あれ鉢金、鉢巻き、ちょ、待って。鉢金、鉢巻き。あ、そっか、でも買わないと分かんないっちゃ分かんねえのか。ウサギの旅、これ絶対鹿の旅、あ、そうか、ウサギの旅は鹿の旅より弱い。10とか70。アスカの剣。なんかしょぼいんだよな。アスコ、で、これ、アスカの剣でいかないと、なんか、一つのアイテムで50とかもらっても、50ぐらいだったらもう敵一体倒した方が早いっていう話だからね。これ邪気とかね、言うんだったら。だからそんなに、そこまでじゃねえっすね。稲妻ーンと。これ70とかだから、ここで一回戦った方がいいんだよ。かわいの獅子。かわいの獅子ってちょっとかわいい、かわいいがちょっと頭に入るから、ちょっとかわいいみたいな。で、ピンク入ってるみたいな。まあ、もう倒せんだよね。ああ、これあんま意味ねえな、これな。これ帰ったとして、帰ってプラスになったとしてよ。まあでもレベル上げの意味はあるのか。何、ネズミに騙されてね、牛とだ。そんなのいるの？猫か。あ、多分猫っぽくない？ああ、そうや。だから猫ネズミ狩るのが得意なのかな。ねえ、牛とらう、たつみ。ネズミに騙されてさ、えとに入り損なったのって、俺、イノシシ、入り損なったのは猫か。で、あれだったら、イノシシも騙されたはずなんですよ。イノシシって最後ですよね。ねえ、牛、トラ、ウー、タツミ、ウマ、ヒツジ、サル、トリ、イヌ、イだよね。イノシシが、本当はイノシシが1位だったらしいんですよ。すげえ突進してって。でもネズミが、イノシシの尻尾に、ひっついて捕まってたらしいんですよ。ちょんって、それこそ。ちょんって乗っかってて、イノシシが猛ダッシュで行ってて、イノシシがすげえもうトップだったと。ああ、もうトップだからもういいや。ちょっと最後流していこうって歩いてったら、そこでネズミが、捕まってたネズミが、前に踊り出て一番最初になって、その順位が全部ひっくり返って、イノシシがトップだったのに一番後ろになっちゃって、ネズミが一番最初になったっていう、なんか逸話というか、そういうのがあるっていう。はい。だイノシシは、イノシシも騙されたと。猫は猿に騙されて江戸に入れなかったっていう。あれか、なんか、この日に集合、江戸になりたい人はこの日に集合って言われた日にちを騙され、違う日にち言われて参加できなかったのかな、多分猫。そんな感じが気がするね。ちなみに私はネズミ年です。これでアスカの剣。あー、100両ですか。まあ。30両、ほらね。30両だったらやんなくてもいいんだよと。アスカの剣をここに持ってくると800両手に入る。さらに道中で、ちょっとレベルとお金も稼げると。どうしようかね、これ。でも、ネタロウの村に、下手に行ったりするよりかはいいのか、全然。
全然いいのか。800両か。ここ10往復すれば1万両貯まるわけよね。多分1万両貯まるでしょ。10往復でまず、アスカの剣で、1往復で800だよね、だから。で、10往復だから8000両。で、道中で多分、ちょっと計算、数えていこう。だいたいどのくらいか、イノシシで、これ多分3、40でしょ?今2匹目で、まあ、80。80で、これ50で130ぐらい。道中で絶対200両ぐらいは稼げるんですよね。200両ぐらいは稼げると。なんだったらこれ羽衣使ってもいいぐらいの勢いだな。いや、でも300。180でこれ280でしょ、もう。これ100両だから。10往復して1万両か。いやでもこれできちゃうんだよ、私はできちゃうんですよ、そういうこと。で、先に1万両手に入ったら、もうあの1万両の武器買っちゃいますと。そうすれば今の鎧トカゲも変な稲妻とか使わないで勝てるようになると思うんですよね。こういう作業はね、私好きなんですよ。安全かどうか分かんないですけど、確実に貯められるじゃないですか。だから RPG ってそういうとこがいいんですよね。確実性がある。なんていうか、なんつうのかな。なんか年功序列じゃないけど、やってれば後々、もらえるみたいな、絶対。年功序列ちょっと違うか、なんつうかさ、感覚としてはそんな感じ。なんていうかさ、そんな感じなんだよね。最初の方は、あんまもらえなかったじゃん。お金も経験値も。でもそれでも、そんなもらえない状況でも頑張ってこれたのは、後々こういう敵がいることが分かってるからっていうことを、じゃん、強く、しかも自分が絶対強くなれると。強くなれるし、こういう敵が出てくることが分かってるから、来れたと。いうとこもあるんで、これやばいんじゃない？危ね。ちょっとこれ危険伴うね。いくら貯まるかちょっと数えていきましょうとか言ってさ、全然数えるところが死にそうになってるって。これ1000円マイナス1400だからな、今死んだら。あぶね。いやーでもそうか。その危険があるのか。できるって言ったけど、実力的にできない可能性はあるのか。10回か。今、1回で5分ぐらいか。50分かかるね、10回だったら。なるほどね。で、宿屋も泊まんないといけない。あ、宿屋はいいんだよ。ここは、あれがあるから。泉があるから。でもだったら羽衣買って利益500にしてもいいぐらい時間だよね。そことの時間か。時間との兼ね合いもあるよね。300両。それもあるね。一回は帰るか。わ、わかりました。ちょっとね、羽衣とか使うかどうかとか、ここの、その海沿いに、天の仙人がいるって言ったじゃん。天
天の線に行くかどうかをちょっと考えつつ、まあ、次回の動画に移りたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。テッシーでした。失礼します。